昨日報道されてます子ども被災者支援法に関して、1年以上基本方針が、決められていないということで、明日19人の方がですね、福島、栃木、宮城県にお住まいの方と避難者が、行政の不作為ということで、裁判を申し立てる予定になっておりますけれども、これについて改めて大臣の方からコメントをお願いしたいと思います。まだ提出はされていない様子でありますので、提出の内容については訴状も整えていない届いていない状況なので、コメントは差し控えたいと思います。昨日もマスコミの皆様にはお知らせしたところでありますが、子ども被災者支援法に基づく基本方針については一定の基準を定めることとされております。これについては専門的、科学的、技術的観点からの検討も必要だと思います。現在法律の制定時点でも結論の出なかったこの一定の基準について検討を進めているところであり、できるだけ早く基本方針を策定できるように努めていきたいと思います。なお被災者支援法については私も再三申し上げてまいりましたが、基本方針の策定を待つことなくすでにさまざまな施策を講じているところであります。3月15日にはこれらの具体的な施策を取りまとめた原子力災害による被災者支援パッケージを発表したところであります。以上。支援の前提となります、その一定の占領基準というのはその年内をめどに決めるということに含まれているんでしょうか。再三申し上げておりますが、占領に応じた防護策、これは原子力規制委員会で検討してくださいねと、当然これは基幹支援の前提にもなりますので、その促進の観点からもそういう要請をしております。でその検討のを参考としながら、一定の基準を含む基本方針を、要は政策支援地域を含めた基本方針を作っていきたいと思います。